皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も e フットボール情報を紹介していきます。はい、ということでイベント開催されていますが、皆さんお気づきでしょうか。たくさん今回ねやってきてますので、見逃しているかもしれませんので、今回はお知らせ、イベント情報を基本的に見ていこうと思います。はい、まずはですね、リーグクラブというこの左側のオーセンティックっていうところに新しいイベント来てますので、そちらチェックしていきます。はい、まずはチャレンジイベント J リーグ来ましたね。早速やってきました。期間1週間です。そして、アメリカンリーグの方も来ました。新しくライセンスが取れた、2つのリーグから、イベントやってきてます。まずは J リーグの方から、主要クラブは J1、J2 合わせてのクラブみたいですね。まあ、基本的には J1 の方がまあシンプルに考えると能力は強い設定に多分されていると思います。勝ち点方式になっておりますので、延長 PK はありません。クリア報酬、チャレンジ1、チャレンジ2、初回報酬は 2000GP、2回目以降 100GP、そしてチャレンジ3の方は 4000GP が初回報酬になってますので、しっかりまあ初回報酬だけでも回収しておくといろいろ GP が溜まっていくんじゃないでしょうか。はい、そしてアメリカンリーグの方も来てますが、偽名です、クラブはね。報酬に関しては基本 J リーグと同じような感じになっております。ぜひ初回報酬だけでもゲットしてください。はい、では J リーグの対象試合の結果見ておきましょう。今回はこのような紹介になります。ごめんなさい、まさかのね、急に来ましたもんでって感じなんですけど、先週末の試合はおそらくここまでかな。昨日の試合はあるんですけど対象外だと思いますので、この7試合対象だと思います。京都が 2-0 か、まあ、シンプルにてか引き分け0対0多くない？0対0だらけ。まあシンプルに考えれば京都とかありだと思いますね。まあ能力的には川崎は試合対象なかったんだ。 C 評価かな。はい、まあ J1 しか見ておりませんが、うん、京都使いますか、みんな。まああとは川崎シンプルでいいんじゃないでしょうかね。はい、そしてですね、アメリカンリーグの方なんですけど、そうですね、偽名なのでちょっとねどこだかわからないとこもあるんですけどね、ミネソタ、このニューヨークシティというとこいいですね。6対0、クラブ名はニューヨークシティ B というクラブになっております。エンブレムはなんか青っぽいやつです。はい、ここがしっかり対象なんならここがいいと思いますけど、まあ、能力的にそんなめちゃくちゃ強い選手がね、どこに集まっているのかはよくわからないんですけど、まあ、有名なところは、まあ、ギャラクシーとか、あとはイグアインとかもね、この辺どこのクラブでしたっけ、いると思いますし、まあ、そういう有名なクラブの選手などを狙ってやってみるのもいいんじゃないかなっていう感じです。マイアミとかに誰かいましたよね。はい、ここでまあ勝っているチーム中心に選んでいくのがいいと思います、うん、やっぱニューヨークシティが 6-0 なんで安定なんじゃないでしょうか。はい、さらに、そのオーセンティックのところに、スパニッシュリーグの方も来てます。これはオープニングなんかキャンペーンの一環ですよね。あ、書いてましたね、ここに書いてます。いつものようにラリーガのね、クラブが使えるんですけど、最大4万 GP もらえますので、これ中心に先にこれはね、やっておくといいんじゃないでしょうか。はい、ラリーガ対象の試合はこちらになっています。この週で言うと、そうですね、レアルがギリギリね、セビージャに勝ったのと、バルサ負けたのか。ってなると、まあ、レアル、まあ、アトレチコは、あ、コンドグビア退場か。あ、そうですね。カラスコは調子良さそうですけどね。まあ、バルサ負けてるし、まあ、シンプルレアルしか、まあ、ほとんどなんか消去法一択みたいな感じあるんじゃないですかね。あ、詳しく見なかったですけど、こちらですね、なんと、試合を行うだけで、チャレンジクリアになりますので、まさかの4試合行うだけということで、勝敗関係ありません。誰でもクリアできます。これからやってください。さっきまとめていましたけど、チャレンジ1、チャレンジ2が初回が1万、チャレンジ3が初回2万かな、その4万になってます。はい、そしてドリームチーム側の試合のところにもね、イベント来てるんですけど、はい、まあこれはワールドワイドクラブズといって、まあドリームチームのね、選手を使ってということなんで、特にライブアップデートは関係ないところにはなります。手持ちの方を反映されたというところですね。こちらも基本的にチャレンジイベント、J リーグ、アメリカンリーグ、そちらと報酬は内容同じなので、合わせると 4000GP、チャレンジ1、チャレンジ2、2000GP みたいなところになってきます。はい、こちらは勝ち点方式になってますので、しっかり試合しましょう。はい、ということで、ライブアップデートとか関係するのは最初の3イベントですね。その辺しっかりと調子のいいクラブをね、中心に選んでいただいて、しっかりと勝っていきましょう。あ、言い忘れてましたけど、ヴィッセル神戸もまあ普通にもともと能力高い選手集まってると思うから、シンプルにそう考えるとヴィッセルでもいいのか。ということで、こちらのチャンネル、このようにフットボール情報をいろいろ紹介してますので、どしどしずんずん動画上げていきますので、よろしくお願いします。チャンネル登録してないという方はぜひぜひ今のうちにチャンネル登録お願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。